すごいですね、10年チャオビ。これからの体が動かなくなるまで、きっと続けていくと思いますので、皆さん、一緒に練習、これからもよろしくお願いします。はい、まだいるぞ。今後の目標みたいなのってあります？まあ、とりあえず黒帯になられたじゃないですか。次はあの久保さんがジャカで。ダメダメ、走っちゃダメ、走っちゃダメ。すごいですね、10年チャオビ。ありがとうございます。怪我があって、まあ、年も取って昔と同じような動きは柔術の動きはできなくなってしまったんですけれども、でも年を取ったり怪我したら怪我したなりに自分の柔術を楽しめるっていうのが柔術のいいところだなと思って続けています。まあ、これから体が動かなくなるまできっと続けていくと思いますので、皆さん一緒に練習、これからもよろしくお願いします。おー、今日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。長かったです。まだいるぞ。みんな上手いね。一緒一緒。見て。1、2、2、3、2。そう、もうジャカレやる人。やりました。重たいんですね。重たいですよ。軽く武器ですから。いや、伊沢さんおめでとうございました。おはっす。いや、ということで伊沢さんお疲れ様でした。ありがとうございます。今日から修羅の黒帯ですよ。柔術始めてかれこれどのぐらい経つんですか？柔術始めて18年ですね。おお、
8年目にチャオビになったってことですか。そっからの10年怪我等もいろいろありましたが、はい、継続していれば黒帯になれるっていうところで、柔術は続けていれば強くなる。いやもうめちゃくちゃ強いです。今後の目標みたいなのってあります？まあ、とりあえず黒帯になられたじゃないですか。次の目標みたいな。僕の柔術は誰より強くなろうとかいうのやはり自分のイメージする動きが、柔術の動きができるかどうかっていうところを研究しています。教科書に載っているようなかっこいい技を求めているわけではなく、やはり自分がイメージした通りに自分の体をコントロールして相手をコントロールしてというのが僕の中の柔術の方針ですね。わ、勉強になります。ありがとうございます。いや、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございました。おーす。次は久保さんがジャカで、ダメダメ、走っちゃダメ、走っちゃダメ。ちゃんと道着脱いで、脱いでジャカで。はい、ダメダメダメ、はい、はい、ダメです。